たとえ医療や介護関係であっても、客側の意向が優先される、それは少し断言、それができる感じには、なった。些細な領域での、戦争、その発生と結論なのかも。少し、そういう事例には遭遇。その無駄や徒労は、そういう結論への戦費として。大賀さん、紛争解決機構があるということは、そういうことが日常的にある、という、そういう意味かもしれない、とは、少し思う。その時、それは果たして、なぜ失った?それは、ロシアとウクライナの領域でも?それは、少し考える。人口の問題、でしかないのか、それとも。ともかく戦争は起こってしまい、それはまだ、結論は出ていない。表面的にはロシアのそれは侵略行為だ。しかし。その前に、紛争解決機構が介入、ロシアが勝っていたら?ウクライナの戦争回避の努力はどこ?